今日はですね、RB の 36DB、ですね、新型のタイプですね、ブロワーを紹介したいと思います。だいたい5分で、要点だけまとめてお伝えします。はい、まずデメリットですね。この RB36 だいたい今日で、稼働時間が12分しかありません。これがデメリットですね。あともう一つ、これ昔、RB の 18DSL っていうんですかね、廃坑機のカタツムリの形した、ブロワーなんですけれども、トリガー式になってました。こちらはですね、ボタン式になってます。ボタンを押すとですね、ちょっと若干タイムラグがあるというか、反応が遅い、こういった、デメリットがあります。はい、あとですね、ノズルがちょっと短いということになりますね。だいたい、家の中で使おうと思ったら、高いとこだいたい一般の家庭だと2400ぐらいあると思うんですけれども、高いとこだとちょっとですね、風量が足りないということがあるかもしれませんが、男性の方だったら問題なく使えると思います。はい、それではですね、メリットですね、やっぱり小さくて軽いっていうことです。こうやって片手で乗ります。ものすごく軽いです。ここにフックがついてるんですけれども、まあこういうふうにですね、なんていうんですか、ベルトにこうかけて持って歩くことができます。すごく軽いですね。もうぶら下げて持ち運びが可能です。これすごくいいですよね。あとこのノズルがゴムでできてますので、これはですね、当たっても痛くないと。もうこれ素晴らしいですよね。こういうとこがいいんじゃないかなと思います。はい、次ですね、ちょっとエアーと、まあ、エアーコンプレッサーとちょっと比べてみたいと思いますけれども、ここにちょっと木くずの山があります。こっちの方はですね、どちらかというと広範囲に風を送るタイプですね。はい、こっちのエアーコンプレッサーは1点ですね、1点にパッとこうエアーをかけるっていうことなんですけれども、どちらかというとですね、エアーコンプレッサーの方がやっぱり、馬力はあります。ちょっとやってみましょう。こんな感じですね。はい、次ちょっとブロワーの方やってみますね。ちょっとタイムラグがあります。ボタンを押して、はい、ちょっと分かりにくかったかもしれないですけども、こういった違いがあります。はい、用途としてはですね、木工作業した後とかに、エアをかけるんですけれども、ちょっとこっちでも比較してみます。はい、まずエアですね。はい、これぐらい綺麗になります。はい、続いて、ブロワーですね。廃坑機のブロワーやってみます。はい、作業台の上ちょっと片付けたいと思うんですけど、ちょっとやってみましょう。はい、一瞬で綺麗になります。はい、僕が一番使い勝手がいいなと思っているのは車内清掃です。このブロワーはですね、車の中を掃除するのにはすごく向いてると思います。やっぱりコンプレッサーだとホースがありますので、充電式のメリットですよね。ホースがないっていうのはこう中に入って、いろんなとこでですね、空気をかけられるということで、そういった面ではこれがすごくいいと思います。ちょっとやってみますね。あとインパネ周りっていうんですかね、この辺とかも結構綺麗になります。ちょっと分かりにくいですけども、かなりですね、ホコリとかが飛んでますので、綺麗になります。はい、洗車ですね、洗車の後にも一応使えます。ただですね、コンプレッサー、エアコンプレッサーほどの馬力はないので、吹き上げた後ですね、こういう溝に溜まった水を出すっていう分には、いいんじゃないですか。あとこういうとこですね。
はい、今ですね、雨が降ってるんで、雨が降ったんでちょっと濡れてるんですけれども、まあこういう溝に入った水分ですね、水切りには結構向いてます。はい、これだけ出てきます。一応終わった後にですね、収納が簡単にできます。もうものすごく小さいですよね。ちょこんと置いておいてもらえればいつでも使うことができます。こういったですね、携帯性が高いっていうのがすごくいいポイントだと思ってます。それではまとめます。まずですね、このタイプ12分しか持たないっていうのが欠点ですよね。あとトリガー式でないので微調整がちょっとしにくいと。調整は3段階、弱、中、強しかありません。これがデメリットです。あと一番いいのはですね、やっぱり携帯性が高い、コンパクト、軽いっていうことです。この3点はですね、非常に特化してます。ですから、作業現場とかですね、こういう木工作業した後とかに使ったり、あと洗車ですね、あと車の中の室内清掃、あとキャンプとかに持って行ってですね、まあテントの中ですね、この葉をこうゴミとかを出したり、あとバーベキューですかね、バーベキューで使ったり、火起こしですね、そういうのにも使えますし、まあ当然庭掃除ですね、ブロワーですから、そういうことにはですね、すごく使える機械です。まあですね、買って損はないと思います。はい、今回はですね、廃校機の RB36DB、これを紹介しました。ありがとうございます。